はい、どうもラモックスです。今回ですけども、えー、食事について何か気にしている点、えー、注意している点はありますかというふうに質問をいただいたので、まあ、それについて答えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、まず皆さんどれぐらい普段、えー、食事について気にされていますか、えー、個人的には、えー、大きいくくりとして ですが、えー、食べれるもん、食べたいものを食べれる時間に、えー、しっかり食べるというのを意識しています。まあ、本来であれば、えー、しっかり栄養のバランスを考えて決められた最高の時間に食べるっていうのが理想だとは思うんですけども、やはり働きながら、えー、そういうことを考えるとか、そういう行動するっていうのはなかなか難しくて、僕自身も仕事がどうしても不定期というか、えー、仕事のご飯を取るタイミングっていうのは不定期なので、なかなかいいタイミングを取れない時の方が 多いのでもう食べれる時にしっかり食べるってことだけを意識していますでその中でも、えー 気にしている栄養素が2つありまして、1つ目がタンパク質、2つ目が鉄分、この2つを特に意識して取っています。まあ、ざっくりですけども、タンパク質ってのは筋肉に必要な栄養素で、鉄分ってのが、その、血液に必要な栄養素なので、まあ、そこだけは、まあ、ランナーに限らずスポーツ選手であれば、かなり重要な栄養素かと思っているので、そこをちょっと注意しながら、えー、摂取しています。で、実際、えー、1日平均どれぐらい摂取できているのかっていうのを、 たまたま、えー、今年の春先に、えー、アプリを使って、えー、データを取ったのでちょっとそれを見ながら説明したいと思います今画面上に出てるとは思うんですが、えー、これが一週間 えー、レコーディング、自分食べたものをバーコードをアプリで読み込むと、データが、えー、蓄積されていって、1週間1日平均どれぐらい取れるかっていう、まあ、データになるんですけども、上から2段目の部分、ここはタンパク質になりまして、えー、79.6g 取れてますよと。で、上から2、し、6段目が鉄分、これが 16.2mg 取れてますよと。で、アプリ上でこれ適正と出てるんですけども、 えー、スポーツ選手、えー、自給系のスポーツ選手でこれが、えー、適正なのかっていうところで、まず鉄分に関しては、えー、僕個人的には、えー、高校の頃から、えー、貧血と、えー、お付き合いがありまして、まあ、定期的に貧血になっていて、全く関しなくなったりしています。で、 まあ、貧血の経験がある分、えー、普段の私生活であったりとか、もちろん走ってる感覚とかで、まあ、貧血だなーっての分かりますし、あとはこの爪とかの爪の色とかですね、爪の色とかを見ると、あ、ピンクっぽかったのが白っぽくなってきたなーとか、で、この目、ちょっと目の下のこの肉の部分ですかね、まぶとっていうんですか、このあたりを見ると、 赤っぽかったところが、えー、ピン白っぽくなってきてると、まあ、貧血のサイン、一つのサインになるので、まあ、その辺でも、えー、貧血かもしれないっていうことが分かったりだとか、あとは年に一回だいたい健康診断っていうのを受けると思うんですけども、ついこの間6月も,も、えー、会社でその健康診断がありまして、7月に健康診断の結果が出たんですけども、その時のヘモグロ、ヘモグロビンの数値が、えー、15.2でした。まあ 調子がいい時の数値っていうのが大体15前後あれば貧血じゃないっていうのが僕の数値なんですけども15.2あったので少なくとも6月時点では貧血ではないなとこれが貧血になると僕は最、一番低かったのが私12ぐらい11.8位ぐらいまで落ちた時もあったのでそうなってしまうと全く走れなくなってしまいますただ今回が15.2だったのが良かったのかなととなるとこの16.5 ぐらいミリグラムしっかりとっていれば、まあ基本的にはここ数年貧血にもなっていないので、まあこれは適正の数値かなというふうには明らかだと思います。で、問題はタンパク質なんですけども、今回タンパク質が 79.680g ということで、まあいろいろこの機会にネットとかでどれぐらい実球系のスポーツ選手がどれぐらいね、 あの、タンパク質を取れば、えー、いいのかっていうのを調べたところ、結構いろいろ資料があっている幅があったんですけども、まあたいまあ 1. 点、体重の1.2倍グラムから1.4倍グラムを取ればいいという資料もありまして、そうなると僕は体重がだいたい50キロぐらい、まあ分かりやすく50ってした場合に、60グラムから70グラム取ればいいですよと。 って言った場合は、この79.6ってのは、まずまずいい数字かなというふうに思うんですが、中には1.8から2倍グラム取るといいですよという資料もありまして、そうなると90グラムから100グラムぐらい必要になりますよと。なので、だいたい20グラムこの状態で足りないという状況になっています。これ意識して、え、ー 食べてるのにかかわらず、だいたい 20g 足りないってなると、まあまあ足りないかなと。で、これが意識しなければ、60g とか、70、60g になってしまうという可能性もありますし、現時点、7月、8月とかなり暑くなってきていて、僕自身は夏バテの状態です。全く走れてないです。で、 食欲も明らかに落ちていて、このデータを取ったのが、春先気候がいい時に取ったので、食欲は普通にある状態のデータなので、これがもし今の現時点での食がかなり細くなっている状況の栄養価だと、多分これが全体よりも低くなるので、タンパク質も多分この時に比べればかなり少なくなっているという状況となると、60g とか 50g って考えると、 その 200g や 90g 取らないといけないのに対してだったら半分よりちょっとしか取れてないかなという状況です。じゃあこのタンパク質足りない部分何で補っているから、補っているかというと、えー、こちらの U-Fit さんが発売しているプロテインで補っています。で、U-Fit さんといえば、えー 何回か動画でも紹介してるんですけども、これはマッサージガンで、えー、かなり、えー、僕の動画ではお世話になってるんですが、今回はこのプロテインでも実はお世話になっています。で、これは、えー 一杯、えー、中にスプーンがスプーンがあるんですけど、そのスリッスプーンですりッったものを二杯入れる約二十五グラム入れて二百ミリリットルの牛乳もしくは水で、えー、シェイクして飲むと一回につき大体二十グラムの、えー、タンパク質が取れますよとちょっと味によって、えー、若干グラム数は変わるんですが大体平均二十グラムの、えー、タンパク質が取れるという、えー、プロテインになっていますこのプロテインのおすすめポイントとしてはまあいろいろあるんですけども例えば 例えばこちらに高品質国内製造大豆タンパク質を使用とか、植物由来の甘味料ステビアのみ使用、着色料保存料不使用とかって、いろいろおすすめ部分はあるんですが、僕がおすすめする点はとにかく味が美味しいと。今回僕はチョイスしての黒糖きな粉という味なんですけども、とにかくこういうプロテインとか、まあ他のサプリメントとかもそうなんですけども、 一回や二回摂取したから、一週間摂取したから、例えばこの一袋摂取したからといって、結果すぐ出るようなものじゃなくて、いかに継続して、3ヶ月なり、半年なり、1年間継続するか、それによって、あ、そういえばこのプロテインを飲み出してから、このサプリメントを飲み出してから、体調が良くなったよねとか、筋肉の調子良くなったよねとか、あれそういえば風邪あまり引かないよねとかっていう風に、 結構時間が経たないと、えー、その効果ってのは実感できない、えー、ようなものなので、となると、いかに継続するか、えー、その継続するためのハードルを低くするかっていうのが大事だと、えー、僕は鍵だと思っているので、その一つ,一つとして、この味、えー、僕は今までプロテイン飲んできて、まあココアとか、えー、ストロベリーとかバニラとか飲んできたんですけど、結構バニラとか飲んでるとたまに味が合わなくて、ちょっと具合悪くなるなーっていう時もあったんですけども、この黒糖きな粉飲んでから そういうこともなく味も美味しくて、まあ練習終わり飲むのが楽しみだなと思えるぐらいいい味なので、僕はこういう味が、えー、美味しいっていうのは、このプロテインを今後続けていく上では、かなりのミソポイントになるかなと思うので、まあ僕はこれをかなり、えー この後ですね、んまあ一応今シーズンぐらいはずっと飲んでみようかなと思っています。まだこれを飲み始めて、まあ、3週間ぐらいなので、これに対して結果がどうこうっていうのは今現時点は言えないんですけども、この、えー、今シーズンずっとこれを飲み続けて、いい結果が出せたらこいつのおかげかなというふうに思っています。で、コストパフォーマンスに関してなんですけども、えー、僕は1日に 大体これ、えー、まあ、タンパク質の量からすると2杯、えー、飲めば、先ほどの、まあ、夏バテ状態からすると1日2杯飲めば、えー、まあ、適正量になるというところなんですが、ポイント練習の日だけ2杯飲んで、それ以外のジョギングの日だったり、えー、休みの日には大体1杯。 だけ飲んでいます。なので、1日平均で言うと1.5杯飲んでいます。となると、これが大、えー、金額は3980円、約4000円として、30杯分ありますよと。いっぱいあたり133円ちょっと、まあ135円ぐらいと考えたときに、まずいっぱいあたり135円と。で、牛乳、僕は今、牛乳で飲んでるんですけども、今、1リットル、まあ100ミリリットルで、今200円ぐらいします。で、まあ 味がいいやつ、濃い、味が濃いやつだったら270円とかしますし、もう買い方がうまい方であれば200円を切るかなというところなので、まあ、200円と計算した場合、牛乳は2 0 0リでだいたい40円かかるので、だいたい175円ぐらいかかります。で、それが1日1杯飲む方であれば、月平均5250円。で、僕みたいに1.5杯ってなると7800円ぐらい、えー、1日2杯しっかり飲むっていう方は、まあ、1500円ぐらいかかりますよということで、コストパフォーマン コストパフォーマンスは決してめちゃくちゃいいですよとか、かなり悪いですよとは言えないぐらいの超、なんていうんですかね。まあ、プラス、まあ、至って普通のコストパフォーマンスなんですが、やっぱこれで、まあ、続けていくことによって、秋口いい結果が出るんだったら、そのコストパフォーマンスは、まあ、一つのリスクというか、払うべき対価かなというふうに僕は思っているので、まあ、今後も続けていきたいなと思っています。まあ、僕の接種タイミングとしては、やっぱりその、 練習終わった後30分以内に飲むっていうのは理想。なかなかその市民ランナーで30分以内に食事を取るっていうのは厳しいので、まあそういった意味でこういうプロテインとか、えー、練習終わってから吸って飲めるのはかなり美味しいかなというふうに思っています。で、普段から練習終わった後どうしても水とか水分とか中には 練習終わったのはビールが楽しみだっていう方がいると思うんですけども、その水分取るついで、その前にまず一回このプロテイン取ることによって、まあ一つプラス材料になると思うので、ぜひ、この辺も取っていただければなと思います。で、この、 夏、かなり僕自身は夏バテの状態なので、これを飲んで、なんとか乗り切って、秋、いい結果を出して、やっぱこいつのおかげだよねって言えるように、まあ、精一杯頑張っていきたいと思います。で、また今回、ユーフィットさんのご好意で、えー、5%オフのクーポン、えー、がありますので、こういった、えー、プロテイン系っていうのは、まあ、チリも積もればけ、で 今回とかに紹介したこのマッサージガンっていうのは一回買えばまあ一年とか二年とか壊れるまでずっと使い続けることができて最初にいただいたミニに関してはマッサージガンのミニに関してはもう二年近くになるんですけどもまだ壊れていないのでまあ一回のクーポンっていう感じになるんですけどもこういう系は四千円の五パーセントオフ約二百円まあ高が二百円かもしれませんがこのあと毎月一回もしくは二回買うって考えるとこの二百円もバカにできない金額になってきます。 のでせっかく買うんであれば、えー、クーポンを利用して安く少しでも安くコストパフォーマンスを抑えて、えー、購入していただければなと思います以上ランマックスチャンネルでしたご視聴ありがとうございました